はい、こんにちは。疲れです。しげちゃんです。今日は月曜日で、家の方にね、帰りたいと思います。はい、今月はね、まあ立ち上がりまあまあですね、お店の方も。まあでもね、コロナ、人数が全然減らないですよね。まあちょっと多分マスク状態っていうのは最低でも1年半かかるんじゃないですかね。もうマスクをね、外して、なんていうの、自由にね、人間の行動が、自由に動ける日っていうのは、もう、まあ、最低でも丸1年無理でしょうね。日本人って真面目だから、ね、だいぶコロナ落ち着いても、結局ね、マスクはね、なんかもう、エチケットとして、下手したら2年先、3年先も、外に出るときは、もうマスクっていうのは当然の、なんかエチケットになってるかもしれないですよね。冬はいいけどね、夏がね、ちょっときついですよね。もう僕も暑がりな、今プラドの YouTube の配信ねやってる方ほんと増えましたよね。僕が始めた頃はね、まあなんかこう、まあなんとなく10人ぐらいかなみたいなね感じだったんですけど、今なんだろう、また急激にね増えて、でもなんていうんですかね、まあライバルが増えてるっていうね感じとかは思わないんですけど、見る人にとってはねすごくいいですよね。僕なんかもう車の紹介とかって下手くそなんで、なんかよくわかんない動画ね出してるんですけど、もう他の人のね配信の方見てると本当にね詳しく説明してたりとかね、だから買う人にとってはね、すごくね、プラドを検討してたりね、もう、まあこれからね、納車待ちの人とかからすればね、すごくね、情報がいっぱいあって、まさしくね、本当ね、一昔前は、ほら、ね、まあネットが普及してても、なんていうの、まあそうですね、口コミあたりですよね、自分の情報ね、もうメーカーとかそういうなんか情報って、やっぱりいいことしか書いてないじゃないですか。そうするとやっぱり口コミぐらいしかね、文字か画像かぐらいだったんですけど、やっぱり動画ってなるとすごくね、リアリティがあって、それぞれね、それぞれの角度から、大体ね、似たような感じになってはしまうんですけど、でも見る人にとってはね、すごくね、なんていうの、こう、生の声っていうかね、すごくいいですよね。もう、どんどん増えてもいいと思います。まあそのプラトとかね、車とか以外にもね、本当にもう調べるとなんか見たいなと思ったらね、もうネットで、YouTube で動画で見れちゃう世界にねなってるので、で今ほら何でしたっけ、テレビのね広告のね、なんか広告料よりもうネットの方のね広告の、媒体の方がもう増えてね、そっちの方がこう収益も上がってるっていう話ね、まあよく最近はもうネットの方が逆転しちゃったっていうね、まあその中で YouTube っていうのもね動画で、広告収入をね得てるんですけど、まあそういったねこう本当世界になってると、世界になってきたっていうのはね、本当まあこう驚きといえば驚きですよね。本当に冷静に考えるとだんだんほらね、進化とか発展ってだんだんなっていくじゃないですか。だからそんなにね、便利になったな、でも逆に5年前10年前から比べるとものすごい変化ですよね。だからまあまさか自分もね、そういうなんか自分がね動画を配信してね、自分をこうアプローチしてみたり、自分のなんていうの考えをこうね、不特定多数の人にね見てもらえるね、
まあ、ちょっと前はほらね、ブログとかね、そういうので、もう、こう、まあ自分もね、ちょっとブログとかやったりしたことあるんですけど、まあこれが続かないですよ。全然。ね。ただね、それがね、映像になるとね、なんていうんですかね、こう出してる方も楽しいし、で、ね、なんていうの、こう、見てる人からお金いただいてるわけじゃないんで、まあ自由っちゃ自由じゃないですか。どんなもの出そうと。ね。うん。まあそれで、こうね、面白いなと思ったら登録してくれたり、ね、全然つまんねえやと思ったらスルーしていただければね、結構なんで。だからまあちょっとこうね、好きなことをね、まあ好きなことって言ってもね、まあもちろんその動画配信ってほら、ね、YouTube も規制も結構ね、強いんで、あんまりめちゃめちゃなことをね、出すわけにもいかないし、ね、やっぱり、なるべくね、こう、なんていうの、面白いなとかね、思ってくれるような、動画作りをしてるつもりなんですけどね、まあ、そんなに面白くないかもしれないですけど、僕なんかだとね、やっぱり年も54だし、やっぱり年近い人にね、見てもらって共感を得ていただけるとね、ちょっと面白いかなっていうのでね、ちょっと頑張って、るんですけどね、うん、まあ自分のことはさておき、まあプラド系の YouTuber の人ほんと増えて、なんていうの、僕もね見るの好きなんですよ、やっぱり。あ、最近の人でね、まあ本当最近こうなんていうの、納車されてね、でその時の感想とかね、まあ自分も懐かしくなるし、で自分の知らなかったこともね、また知れたりとかするので、もう僕のね、こうYouTube なんかね見なくて、もうプラドのことだったらもう他の方の見ていただいた方がね、よっぽどね勉強になると思うんで、まあたまになんか暇つぶしにね。あ、なんかしげちゃんまたなんかわけわかんないこと言ってんなってね、暇つぶしで見てくれれば、まあそれはそれでね、いいかなと思っちゃったりとか、してる、感じです。うん、でも楽しいです。他の人の方見るのもすごくね。で、なんですかね、まあそのね、まあこのネットの世界じゃないですけど、まあね、なんでもほらね、いいこともあれば悪いこともあるじゃないですか。まあ携帯だってそうですしね。で、だいぶ前にテレビでね、討論会でね、なんていうの、こうそのネットとかでね、まあ良くない犯罪とかも、結構良くない犯罪、犯罪は良くないですよね、みんなね、犯罪とかあるじゃないですか、ネットを利用してね。ね、で、そういったのでね、やっぱりこう全てをね、こう匿名じゃなくて、やっぱりこう韓国なんかそうみたいですよね。何でも登録するときにやっぱり、自分のね、なんていうの、情報側をきちっと入れないと管理されてるみたいですよね。だから日本だと結構匿名性が高くて、何でもね、コメントしたり発信したりとかするパターンがねあるじゃないですか。そういうのがね、やっぱり犯罪の温床になってるんじゃないかって言ってね、なんかそういう討論会あったんですけど、うん、まあそれも一理あるんでしょうけど、ただね、じゃあスマートフォンだってそうですよね。今犯罪のなんか9割ぐらいはスマートフォンね、携帯使ってやり取りしてやってるわけじゃないですか。だからじゃあそれをね、否定することもできないし、なんかそういう討論会やって、まあこれはね、まあ永遠のテーマなんでしょうね。うん、今ほら小学生だってね、もうタブレットを渡して、なんていうの、もうそれで宿題やったりとかね、コミュニケーション取ったりとかしてるわけでね、まあそれは時代の流れで、それはもうそれでそういうのでもうね、こう社会というか教育も作っていくしかないですよね。うん、もうやっぱり世の中は発展とか進化してるわけでね、だからまあそれはね、もうそういうふうにこう、ただまあね、関係とかそういう、まあ、LINE のやり取りとかもそうでしょうけど、そういった世界のこう、まあ、子どもたちに対して教育っていうのもやっぱり学校とか親がね、していかなくちゃいけないのかなって思っちゃったりしてますけどね、まあ、僕なんか何も偉そうなこと言えないですけど、子どもたちにもね、そんな携帯使うときはこうだーだなんてね、言ったこともないし、どんな教育してもいいか分かんないから、やっぱ実体験でね、これは気をつけなきゃ、あれはねダメだなってね、僕もね一回ね、もうほんと10年前ぐらいですけど、ね、なんかちょっとエッチ動画の未払いがありますとかっつってね、ほんとマジ最初でビビっちゃって、メールで来てなんか48万ぐらい払えってね、
いや本当ね、弁護士に相談しようかなと思いましたけど、まあほとんどそんなのしかとしといて結構大丈夫ですってネットでね、見てあったんで、だからやっぱりなんていうの、こうコロッとね騙されちゃったりとかする人もねいると思うんで、まあね、LINE でのこう、ね、やり取りでそういったね言葉のなんていうの、合ってればリアルで合ってればどうってことはないねことだって、そういうね、ネットのやり取りだとどうしてもね、違った捉え方でそれで揉めたりいじめになったりいじめにねあったりとか、そういう問題もねまだまだありますよね。だからそういったね、まあ教育っつったら変だけどやっていかなくちゃいけないんでしょうね、うん、難しい問題ですよね。そのまあなんか YouTube から話はちょっとそれちゃいましたけど、まあ本当にねこうネットというかね、便利な世の中になって、でほらコロナでね今リモートとかやってるでしょ、これがこのコロナの状況が5年前だったらここまでリモートワークできてたかっていうと、それもできてなかったと思いますよね。もっと混乱してたんじゃないですかね。今だからねほらズームとかいろんなソフトとかアプリでねいろんなことがね、そこにいなくたってねコミュニケーション取れるから、ただやっぱりお客さんとかに聞くとリモートワーク増えていいんですけどね、それに対する弊害っていうのがやっぱりねいっぱい出てて、まあ一つはさっき言ったコミュニケーションね、それで、なんていうのコミュニケーションがねやっぱうまく取れなくてちょっと揉めたりとか、あとはほら運動不足になったりとかね、表に出ないもんだから、ね、なもんで今ねいろんなこう会社も、この間もテレビで見ましたけど、なんだっけな、こう1000歩歩くと1000円会社がね、キャッシュバックしますとかね、まあ、要は運動してくださいねってなるべくね、なんかそんな面白い会社もあって、だからいろんなねアイデア出してやっていかないと、これからもっともっとねリモートワークが、もう当然の世界になってくる、まあ、コロナ関係なくねなってくると、いろんなことをねアイデア出していかないとね、まあ僕なんかの仕事はねリモートワークっていうわけにはいかないので、常にリアルで人対人の接点で生まれる産業なんでね、まあ、これはずっと変わんないですよね。まあ機械かロボットが人が頭を切るなんてことはね、まずないでしょうしね。ちょっとカメラアングル変えて、ね、つまんないし、まあ僕はそういう方が向いてるかな、リアルだね。なんか机の上でカチャカチャやってね、それでこう世の中とか社会を動かしてる人とかってかっこいいなと思いますけどね、机の上でねこうやってね、まあ僕には向いてないっていうのはあるかな。やっぱり体使って仕事する方が自分には向いてるかなと思います、ただ僕もうちょっと若かったらね、やっぱりこうデザインの仕事してみなかったですね、田舎にいてね、なんて言うんだろう、デザインというものが、そういう職業がねあるっていうことをね知らないし発想もなかったしね、だからなんて言うんだろう、こうデザインの仕事したいと思ったらもう美容師か、まあね洋服のデザイナーかみたいなぐらいな感じしかなかったんでね、だったらまあ手に職つけるために美容師になろうかなみたいなね、まあそれもデザインの一つだなっていう感じで始めたはいたんですけど、美容師の世界もね変わりましたよ。今ね集客はね本当に若い美容師さんはねインスタ使ったり YouTube 使ったり Twitter 使ったりでね自分の作品をこうね表に出してそれで集客する時代なんですよ。もう昔みたいにねビラ配ってね来てください駅前でね、もう今ね駅前でねビラ配ってる美容師さんがないですよ、まあそれがいい悪いじゃないですけど、ね、昔はそうですよ、ポストにねチラシ入れてね、まあどんな時代でもね10年20年30年経てば時代っていうのは変わってるんでしょうけどね、まあこの変わりようっていうのはまあねハイテクなこの変わりようっていうのはやっぱすごいっちゃすごいような気がしますよね。だから逆にちょっと面白い時代に生きてるからね、なんとの全く携帯とかねこういうインターネットとか知らないね青春時代、ね、
でだんだんね携帯が普及したりネットが普及したりとかでなってきて、そういう変化もね、感じられ変化のね、変化も感じられるこう年時代にいたんで、まあ、今のほらちょっとね若い子って生まれた時からネットがあって携帯持っててっていう世界じゃないですか。それが当たり前じゃないですか、ね、だからね、まあなんかそういうね全くないね、時代からそういう変化を味わえてるっていうのはちょっと楽しいかなと思います。まあそれについていくのもね、なかなか大変ですけどね、ほんとついていくのがいっぱいいっぱいですよ。まあ本当これから先もどうなんでしょうね。10年20年20年後とかガソリン車とか走ってんのかな、わからないですけどね、走ってないかもしんない、まあでも人の心と心のつながりは変わらないでほしいですよね。ちょっと格好つけちゃってますけど、本当ぬくもりとかね、ね、何でもほら、ね、ネットで済ませればいいのかっていうのも寂しいじゃないですか。墓参りだって、ね、結婚式だって葬式だって、まあ、今コロナだからね、ね、あれなんですけど、やっぱり気持ちとかね、そういう人の温かぬくもりとかっていうのはどうしてもね、こうリアルじゃないと、ね、感じない部分あるじゃないですか。まあもちろんね、言葉だけでもね、伝わってくる部分っていうのはすごくあるので、まあね、そういうのはね、ネットでもね、あるとは思うんですけど、これがまたほら、ね、パソコンで打つからね、みんなね、一緒じゃないですか。これがね、ね、こう手紙だ、なんだってね、直筆だと、やっぱりその字からね伝わるものっていうのもね全然また違ってくるし、まあ自分も含めてというか、こうクールな世界になってるんでしょうけど、まああったかくいきたいですわな、これからも。ということで家に着いたら酒飲んでね、酔っ払って寝ちゃいます。1週間の疲れをねちょっと取りたいと思います。さよなら。